どうも、ともしです。今日はね、メニューを引退しましたっていうか、いいメニューね、30回配達終わりました。で、大体ね、1日3時間やって、7回目、7日でゲットしましたね。2日だけ1日5回、5件やった日があるんですけど、まあ大体3時間で4、5件になる感じですかね。まあ、ショートが多いですね、基本的にね。まあ、ピックは5分、10分ぐらいかな。でもね、メニューで出る時間より実際行く時間の方が短いんで、全然10分でも取って大丈夫ですね。雨の日の距離制限、今日は雨だったんですけど、最終日。雨の日の距離制限はない感じですね。普通に 平日と一緒かなっていう感じ。まあ、配車がね、多分ね、チャリとバイクで分かれてないんで、まあ、チャリだとちょっとな、ロングも来るとか感じるかもしれないですね。ただ、だから、バイクだと、ウーバーだとバイクにショート来ないじゃん。チャリ用の。そういうのも来るんで。こんな近いのって思うのが多いですね。ブーストはね、昼間、平日の昼間、これも毎日じゃないんですけど、平日の昼間、1件配達すると100円、200円ついたりして、まあ、雨の日ブースト、初日と今日は1回やると200円か。あ、今日4件やったんで、800円、雨の日ブーストつきましたね。はい。で、レベルっちゅうのがあって、レベルアップするとね、1000円もとかもらえるんですよね。で、どうも雨の日とかの方がレベルが上がりやすい。経験値多いらしく。1回配達するといきなりレベル上がるんですよ。だから、1回配達したら1700円ぐらいもらえます。で、今日はいい感じでレベル7ぐらいでちょうど5000円もらえたんで、今日レベルアップボーナス5000円もゲットしました。はい。で、時給は結果的にトータルで見ると、7日間、3721でしょ。だいたい2000円ぐらいかなって感じです。待機多いっす。時間は長めに出る。そうなんですよ。時間はね、なんか知んないんだけど、3時間しかやってないのに6時間とか出るんで、今日思ったんですけど、でもね、今日なんかまだ1回もオンラインにしてないのに、いきなり3時間とかなってたんで、よくわからん。アプリ立ち上げてると時間が経つのかよくわかんないんだけど、なんか時間は多めに出ちゃうんで、メニューの時間はあんま参考にならないですね。錦糸町でも結構なる。ああ、錦糸町ね。まあ、もともと墨田区がエリアになったっつうんで目にやったんですけど、まだこの辺はぼちぼちなんですよね、江東区はね。今日、木場公園の辺で待機してみたんですけど、まあ、結局、注文できるのは錦糸町だったんで、錦糸町の方行きましたけど、錦糸町結構なります。店が5軒ぐらいあるんで、まあ、早押しなんて、取り合いとかにもなるかもしれないですけど、まあ、今日はね、全然ならなかったですね。いつもだともう瞬間取らないと、だから運転中とかってワンテンポ遅れるじゃん。ワンテンポ取られると他の人に取られちゃうんですけど、だからこう停止して自動してる時じゃないと取れないんですけど、今日はもうどうしようかなって悩んでから長押ししても全然取れる。そんな感じでした。で、まあ、数珠とかもないんですよね。数珠とかダブルとかないんで、1件終わったら次がなるみたいな感じなんで、配達完了したら、ワンテンポ置いて次がなるみたいな感じなんで、まあ、今日はだから、その終わったら次すぐなったんで、まあ、あんま待機しなくても済んだんですよね。雨だから。で、一回都心にね、まあ、基本、錦糸町でやると亀戸とか、その墨田区からあんま出ないんですよ。出ないですけど、たまに都心っていうか、墨田川より西側に飛ばされたんで、大体戻ってきてたんですけど、一回ね、ちょっと秋葉原まで飛んだ時に、そのままやってみたんですよ。したらもうね、大手町とか飯田橋とかね、あっちの方まで飛ばされる感じで、あんまいいことなかったですね。錦糸町でやってたらショートがばっかだったんだけど、ロングだったし、知らない土地だったし、あ、やめとこうと。もう冒険しないで、錦糸町でやっとこうと。錦糸町は良かったんです。錦糸町パラダイスなんだっていうことが分かりましたね。はい。30回は、まあ、とりあえず誰にでもお勧めできるんじゃないでしょうか。ね。30回は結構割がいい。30回の、30回2万5千円がないと、まあ、この部分半分になっちゃうってことですね、時給がね。それでも、時給1000円いけばいいなと思うんですけど。てかさ、ウーバーだったら1回500円だから、2件やると時給1000円いくじゃん。あ、メニューって単価安いんですよ。だから2件やっても3件やんないと、1000円いかないと思うんですよね、時給ね。ただ、そんなにならないと。1時間に1件ぐらいしかなんねえから。ね、どうしようって。まあ、ただ、ブーストじゃないか。なんだろう、陰性？もう1回配達して200円とか、そういうのが来るんだったら、まあ、話は別ですけど。夜はほとんどついてなかったですね。昼は結構2日に1遍ぐらいついてたけど、夜は、私夜しかやってないんですけど、全然そういうのついてなかったんで、雨の被害は。まあ、江東区が完全にこの辺もね、東陽町もエリアになったら、多分初回1000円つくと思うんで、1回配達しようかなと。あと、東陽町注文できるようになったら、メニュー注文しようかなと。ね。鍵がね、
森下の鍵がメニュー入ってるんで、今後鍵を注文するときはメニューから注文しようかなとか思ってますけどね。はい、こんなとこっすかね。で、まあ一応30回終わったんで、もう明日からはね、ウーバーイーツやろうかなと思っております。あと、まあ私はバイクでやってたんですけど、注意点としては、まあ来月からは日払いできるようになるらしいんですけど、15日締めの月末払いなんですね。なので、非常にお金が、ウーバーの週払いと比べると、やっぱ月に1回だと厳しいなっていうのがあって、まあ15日締めなんで、15日までにやりたいなっていうんで、まあ週3日ぐらいでやってたんですけどね。まあ、そういうのなく、無理なくやるんだったら、もうちょっと、ウーバーメニュー、ウーバーメニューみたいにやっていけば、こう日銭も稼げて日銭も稼げて、メニューも稼げてみたいなところがあるし、まあ逆にね、私、こう2週にわたってやりましたけど、7日なんで、まあ、ぶっ続けでお金に余裕があるんだったら、ぶっ続けでやっても、土日やってもよかったもんね。私、土日はウーバーやってたんで。今日もね、正直悩んだんですよ。メニューやろうかな、ウーバーやろうかなって悩んだんですけど、まあ結果的にメニューやってよかったですね。あれもよかったしね。あとそうだ、今日初めてね、田中が取りましたね。両国の串カツ田中はメニューやってるみたいなんで。メニューって、その店がね、全然あれなんですよ。チェーン店がないと思ってたんですけど、メニューじゃなかった。串カツ田中初めてチェーン店出してね。今後だからチェーン店も増えてくるのかなっていうところとか、あとその、なんだろう、メニューしかやってないところばっかなんで、なんかあんま最初やった時はあれはもうお店慣れてねえなみたいな。番号言ってもんみたいな感じで、なんか番号よりその中身言った方がいいのかなっていうようなところがあったりしたんですけど、ね、あんまなかったんですけどね。私がピック行ったところはメニューしかやってなかったですね。まあだから鍵とか、よろずやとか、よろずやとか、メニューとウーバー用やってるとこもあるらしいんですけど、私はだからその、行くとこ行くとこが全部メニューしかやってないところだったんで、まあ新鮮でしたね。錦糸町私、まあピックとか行くんですけど、たまに、まあ近いんでね。でもそのメニューしかやってないところなんで、逆にこう、ああメニューやらなくなったらもうこういう店にピック行けないんだなって思うとちょっと寂しさとかありましたけど、まあやればいいんですけど。あとはなんだろう、なんだっけ。待ち時間ほとんどなかったね。一軒だけね、なんかね、隅田川の隅田カフェとかで20分待たされたけど、それ以外はもうほぼほぼ行ったらできてましたね。あとその、アプリに今メニューで作り中とか出るんです。作り中あと7分ででき中とか出るんですけど、まああれあんま当てにならないなっていうのと、当てにならないな、ほとんどだから、もう取った時に調理完了になってることが多かったんで、まあそういう意味では良かったなと思いましたね。まああとショートが多かったです。だから、なればもうすぐ終わるんですよ。もうね。10分ぐらいで終わるんで、ピックからドロップまで。ピックからドロップまで10分ぐらいで終わるんで、まあ、バリバリになればね、60、1時間6件とかいけるかもしんないけど、ならない。8時過ぎと夜とか、私よりしかやってないですけど、夜8時過ぎとならないですよ、ってあまりね。で、6時より前もならないですから。なので、もうすごい、こうなる時間に、こう、特化してやらないといけないかなっていうところですね。あと金のことは言ったでしょ。あと何かあったかな。まあそんなところでね、無事。まあ最初もうちょっと3時間できないかなと思ったんですよね。全然ならなかったんで。でも3度目の正直でなって、まあなんとか無事ね、私でも、女私でも、のんびり配達の私でも3時間できました。あとまあメニューは24時間できるよって話があるんですけど、それは都心のある一部のエリアだけらしいですね。墨田区はできない。墨田区22時まで。22時までがメニューのエリアなんですけど、店は21時で終わるから、22時まで注文できるけど、注文できるというか、メニューは22時までなんだけど、22時までやってる店がないっていうね、現状。じゃあそりゃ。で、しかもだから、結構親切っつうか、24時間できるっていうのを聞いたんですけど、まあ、ツイッターでね。どこが24時間できるとか、そういう明示ないんですよ、一切。どうしてじゃあ私が22時までだとか言ってるかっていうと、メニューの注文アプリね。注文アプリで住吉で注文しようとすると、このエリアは22時までですって出るからなんです。だから、結局その配達アプリだけじゃ分かんないから、まあ、どこの店が注文できるかとかも分かんないし、どこがエリアとかも分からないし、なんかヘルプ見たら、注文が来ないんですけどって見たら、その注文アプリで、エリアかどうか見てくださいって書いてあるから、まあ、地図は一応公開されてるけどね、その、メニューのね。地図はあるけど、結局それだって24時間できるのはどこですよとか書いてないからね。すげえアバウトなんですけど、だから注文アプリはもう絶対入れないとダメ。私はまだ全然注文したことないから分かんないんだけど、見るだけでも全然役に立つから。注文アプリは必須です。そんなところで、短い間でしたが、7日間、2週間ね、
頑張ってメニューができたんですが、まあ、また明日からはね、Uber に戻って Uber 活やりたいと思います。ではでは。